竹束竹束は日本の防具の一種。竹派とも書く。竹を束ねて縄で縛ったもの。従って形状は円柱型になる。戦国時代から江戸時代にわたり使用された。戦国時代以降、合戦において、ひなわ銃が大量に使用されるようになると、従来の木の板による竹では防ぎきれなくなってきたため、考案された。当時のひなわ銃は、 弾丸が大きいため破壊力は大きかったが、一方で弾丸が丸い形をしており、市場もなかったため、貫通力は弱かった。このため、ひなわ銃の弾丸は竹束を貫通することができず、材料の調達が容易であったことから全国的に広まった。ただし比較的燃えやすいという欠点もある。大きさは小型のもので、長さ6尺、幅1尺、 太陽図用の大型のもので、長さや坂、幅4尺ほどのものが使用された。またそれらは、兵が持って使用する他に、木の盾の前面に並べて立てかけるものや、それに車輪をつけて移動できるようにしたものがあった。この他にも、茎水軍が囲い船に、大量の竹束で船壁や屋根を折って、軍船の防弾を高めるのに利用した。防具ではあるが、陣営の守備用というより、 工場用武具として多く使用された。別所長春期には、歓喜城を織田の豚田軍が攻めた際、工場戦に竹束を用いる戦術を知らなかった、中国側の武将である別所長春が瞬く間に攻め寄せられてしまったと記されており、従来の牢城戦しか知らなかった武将相手には効果があったという記述がなされている。他の使用方法として、攻め入りやすいように、 通路上に竹束を配置し、これを竹束道といった。この使用法の場合、車輪付きを立てと比べ、攻め入るのに大量の竹束が必要となる上に移動範囲も限定されるため、日攻めに合う危険性がある。ありがとうございます。